フェルディナント・ディドリクセン・ディドリク。フェルディナント・ディドリクセンは、デンマークの植物学者、物理学者である。コペンハーゲンに生まれ、父親は大工であった。外科学校で医学を学び、1840年に外科医の資格を得た。1845年から2年間にわたって、デンマーク政府のインド洋の旧植民地などの探検公海を行ったガラテア号の公海に、 繊維の一人として参加し、植物学者のカンフューバナーの助手としても働いた。カンフューバナーが健康を損ない帰国すると、植物の収集はリドリクセンが責任者となった。1849年に繊維を辞め、陸軍で働いた後、1851年から植物園で働いた。1858年から工科大学で植物学を教え、アンデシュサンデー。 エルステッドの後のコペンハーゲン大学の植物学の教授、植物園長になった。多くの植物の分類学的研究を行い、コペンハーゲン自然史協会報告に論文を発表した。東大草科のため、クロトンディドリクセン部などに懸命されている。ディドアは植物の学名で命名者を示す場合に、フェルディナントディドリクセンを示すのに使われる。 ありがとうございます。